好きプッペの朝に向かいます。また釣り寂しきかなと予測しています。大輔プッペはちょっとまだセッティング中でしたんで、まあ佐々木聞きます。大輔ブッペ来る瞬間が見れます。おっと、はい、おはようございます。一回粘り飲んだら行きます。来た、メリーさん反応してる。しまった、でっかく取れよって感じでしたね。すいません。瞬間出てくるから、だからゲート開いて思うんだよな。プッペが先やな。多分これスマホではまだ、あ、スマホでも見えてきたか。あ、ちょっとダイちゃん来ないっすね。
一回ほうちゃん見てもう一回行きます。やん、水面にもう一人ほうちゃんおるやん。大ちゃん確認しに行きます。あれ出てへんのかい。ほらほらな、ちょっとゲート確認します。うん、あ、スマホではこれ見えへん思うんですけど、まあ、ちょっと、まあ、今は見えないですかね。あのゲートの入り口にの辺で出たがろうとしない大ちゃんが来た。行きました。はい。
ということで、後で出てきた方が大ちゃん、大ちゃん戻るの。おじいちゃんあんまアクティブじゃないですね。プッペさんは元気にもぐもぐしてます。ちょっとマーサ確認します。久しぶりにこれ来たなぁ。なあマーサ、口なんかついとんで。あのこれね、麻袋やと思うんですけど、先日自分の過去動画見てたら、麻袋を加えてブンマースマーサっていうのやつが一応3回と取れてます。いやー久しぶりに4回目取れるかもって感じです。で、僕明日来ません。これ確定です。なんで、今日はね、ちょっとほうちゃんだけじゃなくて、ちょっと取りだめできるあれないかなと思って周辺回りたいと思ってます。はい、大輔さんもご飯食べてくれてますということで終わります。ありがとうございました。